ナルコは木の板に竹の管や木片をつけて音が出るようにした道具の一種。本来は傍聴用の農具である。引き板やスズメおしなどの別名がある。また地域や時代によって、ひた、鳥り脅し、ガラガラなど様々な故障がある。ナルコ。かのつげのぶ、なる稲田なだすズ収穫期に穀物を野鳥の食害から守るため、鳥を追い払う目的で使われてきた道具である。 木の板に数本の竹筒や木片を糸で吊り下げたもので、田畑の中に設置する。本体の木の板には長い縄をつけて、家や樹木の影などまで引いてくる。この縄を人間が引いて、本体の木の板を揺すると、竹筒や木片が木の板に当たって、音が鳴る。この音で鳥獣を脅かし追い払う。これの番をして、田畑に鳥が来たら、鳴る子を鳴らす人を、鳴る子種。 なるこびき、なるこばんといった。同じ仕掛けのものを縄をつけずに、ただ棒の先につけたものもあり、こちらは、なるざおといい、これは、人が手に持って鳥を追うものである。八世紀以前の歌を多く集めた、万葉集に、すでに、陰板は、現れており、一種自炊しぶつけ、左右色の高陰板割れ幅いい守る唯立ことある。袖を水に濡らして上にくしんだ他を引いを鳴らして、 守らねばならないことを読んでいる。平安時代、現地物語、手習いにも、引いた引き鳴らす音もおかしく、みなしあずまじのことなども思い出られてとあり、さらしな日記にも、他というものの、来た引き鳴らす音などと書かれている。中世には旅をする層として知られる西行と、弱人との贈答家に、何となく、老ぞこぼるる秋の谷に来た引き鳴らす大原の里と読まれている。上記の、 陰板の歌は、農作業をする人間が操作して鳴らす道具であることが、前提にあるが、平安時代後期以降は、引板の操作すなわち農作業などしたこともないような、層が歌に読むにあたって、陰板が風によって鳴らされているとすることに面向きを、感じて、陰板を、人が弾かないのになるイコールなること読むことが増えてくる。宿近き山田の引板に手もかけで吹く秋風に、任せてぞ見る。 イホリサスソトのオ田に風過ぎて引かぬナルコの訪れぞ、する、人ぞ泣ききばかり住む小山田のナルコは、風の服に任せて、よもすがら絶えずナルコの落とすなり、山田のイホ風や守るラム、演山殿人泣きよりも秋の夜は、カリホの膝の音ぞ寂しき、哀れかなを、地の山田に、さよふけてほのかに、引いたの音ばかりして、引きかでなる夜のナルコの寂しさよ夏目漱石など、 穀物を食べに来る野鳥を追い払うのは農作業において欠かせぬことであり、これを鳥追いという。鳥を追うことで大切な稲が守れることから、鳥追いは神事として年中行事などで現在でも模擬的に行われる。日本の各地で1月の正々月に子供たちが鳥追いの歌を口ずさみながら棒で地面を叩いて回ることが行われてきたのも来る時期の方策を願う。 そうした予習儀礼の意味合いからである。標法やサバイバル術などで、森林などの障害物が多いところで木などに、紐やピアノ線、ワイヤーなどを貼り、そこに木の板などをかけておき、何かが来た時に、それらが外れて、音を出すような仕掛けのことも、ナルコと呼ぶ。よさこいナルコ病式が開いた状態写真は、よさこいナルコ踊りで用いられる、よさこいナルコ。 これを踊りに取り入れた高知県高知市のよさこい祭りが知られている。よさこい祭りと関連して、ソーラン節を踊る時にも使われることがある。戦後は、日本の現代音楽の作曲家によって、打楽器として演奏に用いられるようにもなった。石井牧、松平よりやき、下山123の作品に応用例が見られる。ABC。 明治150年米の流通に関するアーカイブ、公益社団法人米国安定供給確保、支援機構、2019年12月2日閲覧、ありがとうございます。